ギブツヨシのギブアンドトーク。この番組はギブツヨシのギブツヨシによるギブツヨシと皆様との会話を楽しむ番組です。メッセージリクエストをお待ちしております。メールかファックスを送ってください。はい、メールの宛先は868@fmuruma.com 868@fmuruma.com、 ファックスは 098-965-4868 です。ではギブツヨシのギブアンドトーク、番組のスタートです。寒くなりましたね、急に急にね、ほんと変わりました、ね、うん、もう土日なんかまだ夏って感じだったのに。そうですよね、もう突然ね、やっぱ11月入った途端にっていう感じです ね、 ですね、うん、やっぱうちなんち大会で熱気を使いすぎた感じがして少し肌寒いかなって感じがしますよね。そうそうそうですね、はい、というわけで、はい、ですね、自己紹介から、はい、わかりました、金町出身のギブツヨシです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、宜野湾市から来ましたウェブクラフトの鈴木でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。オペレーターの伊波です。よろしくお願いします。さて終わりました、世界のうちなんち大会。すごかったね。すごかったですね。もうすごかったしかないですね。しかも同時期にあの祭りの多さ、もう狙い撃ちしかないですね。僕はこことこことここっていうだけですね。でも多かったですね、はい、多かった中でうちなんち大会来てる、海外から来てる皆さん、県外から来てる皆さんってすごい、はい、ふるさとをなんていうかな、思ってるっていう気持ちがこっちに伝わるっていう行為がね、はい、とても嬉しかったですね、はい、ですね、うん、夜になるとあちこち花火の音とか聞こえて、そうですね、すごかったですね、うん、はい、まあ、特に会を重ねるごとに、今度は沖縄県全体のうちなんち大会とやってるのが各市町村人の来る大会に変わっていったりしてますから、はいはい、地域でもね、かなりの盛り上がり。そうなんですよ。僕は地元うるま市のうるまんち大会、うん、はい、ちょっと出雲会館行ってきたんですけども、はい、最初話聞いた時にうち200人ぐらいっていう話を聞いてたんですよ。蓋開けたらもう3日4日前には500人超えてたらしくて、申し込みが、うん、でもう後から来た方ちょっとお断りしましたという状態で、550人最終的には参加で、もう1回では入りきらないので、2階にもう使って全部ですね、で1階の様子をこう2階で見せながらという、はい、で僕最初1階にいたんですけど、ちょっと人の方がお前2階もう見てこいって言われてはいはいって言ったら2回良かったです。え、僕絶対食べ物に当たらないと思って、ちょっと議員の方と一緒に、ステーキ食べたりしてお腹いっぱいだったんですよ。上行ったらもう焼き豚は当たるな。ちょっといい席でした。でも後で下に戻るともう動けなかったです。人いっぱいですごいですね、うん、各市町村の取り組みもこういった形で、ね、やっぱり沖縄に来て、はい、いただいている皆さんをこうどういうふうにしてもてなすかっていうところがね、はい、いいアイデアがたくさん出たんじゃないかなと思いますね。あとやっぱりホスピタルって言ったら、ホスピタリティって言ったらおかしいんですけども、はい、やっぱり歓迎する気持ちがすごかったですね、はい、よかったですね。よかったなと思います。もういろんなそれに合わせていろんな企画イベントをやっていこうということにもなっていってますし、はいはい、本当に会を重ねるごとに大きな盛り上がりにそうですね行ってるという感じでとてもしますよね、うん、本当に今回は観光客の、はい、まあ方もいっぱい来てたし、うん、いやですからもうすごかったですよ、交通渋滞、交通渋滞、沖縄空港なんかもうすごかったらしいですからね。もう空港行かなかったんで分からないんですけど、もう人から話を聞くとね、もう大混雑だったよです、ね、ましてね、やっぱりまたあと5年後に会おうねって言ったって、やっぱりね、遠い国から来てるわけですから、なかなかね、別れを惜しみながらということでみんなこういますから、結構混雑しながらの中でいい雰囲気ができたんじゃないですか、はい、すごいいい雰囲気です。いや会場の方には行ってなかったんですけどね、やっぱりこう街ですれ違う外人さんがもうにこやかに挨拶してくれたりして、僕はもうそれだけで大興奮ですね。僕びっくりしたのは、ちょっとライカムに用事があって、はい、うちのお笑いの番組持ってる方々がオーシャンが出てたりとか言うんでちょっと言ってたんですけども、場内アナウンスがあったんですよ、はい、ブラジルからお越しの金城さんみたいな感じで来たんだなみたいな、
なんか結構あのアナウンスボタンの仕方ですね、聞いてるだけで。なるほど、確かにそうですね、うん、でもやっぱりすごいイベントがこう大成功に終わって、来た人の方もまた迎える側も本当に喜んだいい、イベントでしたね、大会でしたね、はい、やっぱりいいですね、いいですね、こういう祭りが一番いいですね。本当にこういったことができる都道府県の中でも沖縄だけじゃないかなと思ったりしますけれども、本当にそういった形で動きが取れるっていうのは。でもまた聞いたら台湾なんかはそういうのがあるみたいですよね。おお、そうなんですか。じゃあ華僑みたいな形になっていくんですか。なのか華僑っても中国本国というよりも台湾出身者の全国に展開している皆さんの世界でのね、そういった皆さんを集めたりとかしてるのあるみたいよって話は聞いたんですけどね。やっぱり近いからですかね。なんかね、人間性似てるんですかね。いや、それとやっぱりちょっと歴史的なもので、沖縄も台湾も似てるじゃないですか。ですよね。沖縄の場合はこう日本という国の中での発祥であったりとか、中国の中でもね、こう端っこであったりとか、端っこだって、歴史的なものでもちょっとね、いろいろあるんじゃないですか。やっぱそういった中から海外に出て行った皆さんが集まってくるっていうのはね、でもあの日本も、はい、あの日本人大会みたいなのをやってもいいですもんね、あのオリンピックに合わせて。あ、私ね、思ったのが前だったらね、はい、沖縄県系だったりとか、はい、そういう2世3世であってもそういう結婚が多かったような感じしたんだけど、はいはい、今もう全然違ってきますよね、はい、現地の人方とね、カナダだったらカナダ人の女性ととかっていう形のイメージとかね、はいはい、南米でもそういう感じ受けますけれども、だから本当にもう国際色豊かになってきてるという感じとっても受けますよね、はい、うん、なるほどね、いろいろありますね、うん、結構勉強になるって言ったらおかしいんだけど、目から鱗の話が結構ありますからね、うん、ですからそういったのを取りまとめしながら、うん、本当にこの沖縄がより良い発展と、もう世界の架け橋になるぐらいの、はい、この沖縄の地であればなと思ったりしますけどね、はい、うん、で前回はそんな気がつかなかったんですけど、うん、やっぱりね、あの中心の中心っていうか、まあ、那覇だけでなくてもう各市町村に分かれてやってたじゃないですか。そうそうそう、もうありましたですね、で首里王朝物語みたいなこう、うん、行列があったりとか、うん、エイサー隊が出たりとか、空手の演舞があったりだとか、うん、もう本当によりどり緑っていうか、うん、もう沖縄県全域で、はい、もうウェルカムウェルカムウェルカム、はい、祭りやってるみたいな。ですから本当にね、一世の皆さんがいた沖縄からだいぶ変化もしてるわけですよ、はい、ですから沖縄がこうだったよっていうのはあまり伝えられないはずなんですよね、うん、沖縄っていうとこれどうだったこうだったしてもなかなか伝えられない。それと今の沖縄のこの発展ぶりからするとそういう状況もあまりつぶさに見てない状況もありますから、やっぱりね、こう来てみて初めてこの沖縄の良さを知ったという形の人たち多いんじゃないですかね、うんうん、だからやっぱり人ですよね、はい、人、はい、人のこの心優しい沖縄の人の心っていうのに、海外に出てる皆さんまた感動した部分じゃないかなと思ってるんですけどね、はい、うん、でも心ってなかなかね見せることができないの、はい、でこういい祭りがたくさんあるといいですよね、見せやすくなって。いいですね、いいですね。ただね、はい、何気なしに言われる全然知らない人からお帰りなさいと言われたよとかっていうのがねとてもなんていうかな、沖縄らしさですよ、はい、うんうん、なるほどね、そういう部分での、うん、感動っていうかね、はい、沖縄の迎える心がそういったところで垣間見えるっていうのが ね、すごいですよ、うん、だからイベント会場でないところでそういうことを受けるっていうのがね、とてもなんか沖縄らしいなという感じしますね。あとですね、僕ウルマンチ大会、まあ、ウルマンチのものに参加してきたんですけども、はい、ちょっと早めに行ったんですね、うん、いつもの癖で、うん、そうすると係員と勘違いされて、うん、先乗りしてた2世3世の方に、うん、片言の日本語でトイレどこですかみたいに聞かれた時に顔は丸々打ち直しなんですよ。このギャップっていうかびっくりしますね。それはね、それはありますよね、うん、はい、なんて言えばいいのかあれっていうような感じが、うん、いいっすね、で、うん、いやだからもう今からね次の大会が楽しみになっちゃう。まあ本当ですね、うん、それがやっぱり沖縄の良さでしょうし、そういった良さみたいなものを本当に世界に発信できるようなね、もう平和な島沖縄っていうのがこう伝わればなと思いますよね、はい、あとどんどん大きい会場が必要になってきましたね。確かに
あのうるま市も大きいのが欲しいって言い出してきましたし、うん、あの数入るドームとか欲しいなって話になってきますしね、うん、各市町村それちょっと思ったんじゃないですかね。みんなあの手狭でしたよね、うんうん、まあですから銀町の場合はまたあの四万十大会ということで、はい、島の中のね皆さんがっても屋外でしたから大きなテントを建ててという形、はい、祭りと一緒にでしたからね、はい、あの各市町村の取り組みもやりながら、いろいろね面白い風にできればいいかなと思いますけどね、本当は大きなパンフレットみたいなの欲しかったですね。そうですね、うちなんち祭りのこうなんかしおりみたいな、はい、ですからねこれね例えば各市町村の取り組みであるとかね、はい、うん、ですからね言われるのが、はい、なんかこう親戚訪ねていってももうスケジュールがいっぱいになりすぎて、そうなんですよね、組まれていてなかなかもうこんな身動きが取れない、みんなあのスケジュールがタイトで押してる押してるって話を実はよく聞きました。もうそうなってるもんだから、はい、もっとゆっくりじっくり、はい、この人たちと会って話したかったけどなって、沖縄ってねどちらかというとゆったりしてるのに、ですから彼らにそういう目をかけたらいけないなっていうことでも行かなかったりとかするっていうね、うん、だからこれを前もって、はい、分かっていて、それと参加するもの参加していいものどうなのかってある程度自由に聞けるものとかっていうのを、はい、この海外から来た皆さんが判断してね、はい、うん、あとうるま市の場合は、県人会みたいなところにうるま市会みたいなのがあって、うん、そこを通じてうるま市はこういうことをやりますって案内はかけたみたいなんですね、はい、各県人会に、はい、だからそこでどちらかというともう沖縄県が中心になって各市町村のイベント情報を全部しおりにして送ってあげればもっと良かったかなと思いますね。それ欲しかったですね今回は。僕らも欲しかったよね、一覧がなかったなかった。ああ。いや行政大変だと思いますよ、ね、ですね、だからその辺がどこがやるかみたいなのもあったりして ね本当はでもコンベンションビュールやっていただきたかったですね。だからいや役割分担明確にすればいいんですよ、じゃあこういうパンフレット作るのはどこ、うん、で県からの情報を入れる、市町村の情報をどう入れる、はいはい、でそれでどういったパンフレットを作るって一回ひな形作ってさ、はい、やっておけば、だから今回もこういった形でもちろん成功ではあるんだけど、はい、より良い大会にするためにはちょっとこの辺も工夫が必要だなっていう部分というのはみんなで出し合ってね、はい、ですね、うん、できればなと思いますよね、余裕、ね、うん、より本当にだからそういったスケジュールの中で、はい、必ずでないといけないもののスケジュール全部自分で組んでようでもいいですし、はい、だから結局来た皆さんも分からないはずだよ。そうそうですよね、だからタイムスケジュールを本当に作らないと、ね、あ時間割り込めないですよね。時間割り込めない、はい、で実はね観光客の方もどこどこの大会に行きたいっていうのがあったみたいなので、そしたら重なってたと、はい、あと地理的なもので、うん、遠回り遠回り遠回りみたいなことをしちゃったので、もっとゆっくり流れたかったみたいなのもあるみたいなので、結局県がもう主催ですから県のイベントにまたそれにいろんな団体がイベントとかやってるじゃないですか、はい、ですからその辺情報とのこの一つの中でやる、うんうん、情報共有というのがね、はい、うん、あれば良かったですね、窓口があって、はい、こっちに届けたものは載せますよとかね、はい、だからそれとかまたテレビとかでも、うん、この一日の流れをずっと出しておくとかね、はい、そうですね、うん、今日のスケジュールみたいなやつですね、うん、やってほしかった本当ですね。でもだから言うように海外から皆さんをいかに受け入れてまたその皆さんの対応ということでそういう細かいところまでの部分ができなかった部分は、うん、じゃあどっかでカバーしてあげるようなね、はい、形が作りきれればなと思いますよね。でも今年はね前回に比べて本当にいろんなイベントがボンって立ち上がったので対応できなかったというのが本音ですよね。いや本当そうでしょうね、はい、びっくりしました。各市町村の取り組み的に見ても、はい、かなり今までとはちょっと規模の違う、はい、皆さんの受け入れでしたからね。そうですね、うん、でも本当に父方母方があるはずですから、うん、海外から来てる皆さんね、そうですね、だから両方行きたいはずなんですよ。そうですね、うん、でも次回も来てくださいっていうのもあるんですか。でもだからそうです、ね、両方を一緒に回れるようなイメージをどう作るかとか、うん、ありますよね。あとやっぱり先ほどギブさんがおっしゃったように、はい、ゆっくり楽しんでもらいたい、うん、沖縄って汗ね一生懸命アクセスするようなとこじゃないので、うん、ゆったりしていただければよかったかなとも思いますね。でもねなんかもうねテンション上がってますから、はい、
もうなんかもうなんていうかな、もう沖縄来た時にもう全て行けるところ全て会える人みんな会わないかみたいな形でわーってなんだよね、はい、うん、まあしょうがないんですよ、しょうがないしょうがない、そこをゆっくり制してもなかなかできないかもしれないけどね、まあ、ただ、はい、スケジュール管理だけをきれいにできるような、はい、仕組みが作りきれればね、うん、そうですね、はい、なんかできないのかな、うん、まあ今年はもう自分もね時間がなかったんであんまりできなかったですけど、本当にはい、タイムスケジュールって言ったらおかしいんですけど、各イベントをこううまく回れるようにするとか、はい、例えば那覇のセルラー球場だったら この時間まで、その代わりその後は各地のオルバンチ大会とかそういうところに行く時間も考えてやっていくとか、でも今回やったようにテレビでも結構やってましたし、そうです、はい、なんていうかな、家にいてる中テレビの中でこうおちらし大会を全部見ることができるというふうな、はい、それもいいですね、もう良かったですよ、はい、会場に行ってね、会場にあの場に座ってしまうとやっぱり周辺しか見えないもんだから、はい、でも全体的なのに見えないじゃないですか、テレビっていうことで全部こう映してくれてるから、はい、なかなかいい、ただ空気を吸わないとわからないわからないってね、それはありますよね、はい、外人なんだって思っちゃいますからね言葉がねまあでもなかなか中に入れないようなね、はい、状況みたいなのもあったりするもんで、入場券の整理、はい、だからねこれすごい事務量だなと思いますよ、はい、あとスタッフが、誰かわからない状態になってたのもありまして、そうだったんですか、はい、まあ、オルマ市役所の方もみんな仮有志来てたんですけど、はい、いらっしゃった方もみんな仮有志だったので誰に声かければいいのかわからないっていう表情が、ね、本当のスタッフ T シャツみたいなのとかね、みたいなものがあってもいいかなと思いますね、ちょっと若い子に着させて、はい、近所ではやってましたよ、はい、そういうスタッフとスタッフの中でもそういう、また通訳もね、はい、そうですね、通訳も通訳の方々もこういましたから、イングリッシュって書いてあるとかね、そうそうそう、はい、いろんな、だから何かできませんかというふうな形をこの一般の方々からボランティアでやるからということも増えてきてるみたいで、だからいい効果、いい流れになってるなと思いますよね、僕自身は出雲会館よく使ってるので、トイレの場所とか分かってたので、外でトイレどこですかって聞かれたら、はい、案内しますって、もう場所まで案内してたんですが、だから本当はスタッフの方があるという方ですね、確かにもうちょっと目立つような感じ、はい、まあいろいろ反省点はあるけど、はい、まあそれでもいい大会ですね、でも大成功で本当すごかったわけですよ、とても良かったんですけれども、やっぱりそういった中で次回にね、もっと便利になれるようなところっていうのは、そうですね、また来年の、はい、4年目ぐらいにもうやがてだないという時にやってもダメです、やっぱり今だったら ね今だったらいろんな角度からね、はい、この辺ちょっとやったらもっといいのになとかっていうアイディアは、これをちゃんと記録に残しておいてもらってね、引き継いでもらえるといいですね、そう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 、まあ、ですからちょっと、まあ、全部こういった形になってたんですけど、はい、まあ、これも事務的なところだけじゃなくして、はい、全体から声を拾い上げるようなね、そうですね、だってその期間中っていうのはそういったのないじゃないですか、はい、みんなは会えてよかったみたいな、もう新聞でもあるし、そうでしょ、はい、だから終わった後のそう改善みたいなね、改善してほしいところ何かありますかみたいな問いかけをすると、はい、今のような T シャツの話でいろんな話が出てくるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、みんなからいろんな意見を聞いて、はい、それを次のまた大会に生かすっていうやり方、大事だなと思うんですけどね、実はうちなん中若者大会の、南ちゃんの方がちょっと知り合いだったので、うん、子はちゃんとスタッフジャンパー着てたんですよ、でもやっぱり数があまりにも少なかったので、外国語がしゃべる若い子は着てたんですけどね、もっと派手で分かりやすくてもいいかなとは思いましたね、もう頭の上に旗つけたいぐらいですよね中国語とかね英語とか、ね、若者ということで、若者大会は次回はペルーでしょ、はい、ペルーでということになってるみたいだけど、うん、だからもちろん沖縄大会でも島に戻ってくる、沖縄に戻ってくるというのが原点であるから、うん、そうなんですけども、はい、だけどこの移住地28カ国でしたっけ、はい、まあ、その中でもある程度じゃあ今回は南米北米とかまたこうね、はい、待っていきますか、何かこう回れるような仕組み作りを何かできないかねっていう声もありますよ、うんうん、でもやっぱり移民してる方々の数の多さ少なさっていうのはありますから、はい、一概に全てができるわけでもないと思いますけどね、
だけどなんか持ち治安もありますからね。そうですね、安全なところで持ち回りでできるような、はい、この仕組みみたいのができればいいなと思いますけどね。そうですね、行ってみたいですよね、こちらも。確かに、だからそういうことですよね、はいはい、しかもウェルカムでこう歓迎してもらいながら行きたいですよね。確かに。いや、これ言うと鈴木さんが悔しがるんじゃないかなと。あ、いや、そう、うん、いや沖縄の人だけだよみたいな。大丈夫です、うちの息子はもう沖縄の人です、はい。はい、そうですよね、うん、いや、あのフェイスブックの中にねちょっと書き込みがあって、うん、内地から移住した人たちはこの大会見ると寂しいんだよみたいな書き込みがあったんだけど、うん、いや一緒に楽しめばいいのにと思ったんですよ。もうそれ見てその時に書こうと思ったんですよ。あ、やっぱり うちの息子は沖縄の子でした。やっぱ同じの見てたんだね。はい、あ、子供つながりでおじいちゃんおめでとうございます。 ありがとうございます。孫が、10月30日生まれて、10月30日ね、はい、でその30日、はい、29日ぐらいの夜からちょっと病院行ったり、ここはもう送り迎えだけなので神さん送ってったり、ちょっと足りないの持って行ったり、で、あの7が iPhone7 が、はい、本当は29日に OK だったんですけど、ちょっと忙しかったので30日にしたんですね。で午前中行ったら、あのもう契約してるだけでもう生まれそうだよって話になって、もういいからってもう受け取ってそのまま病院行って4時頃生まれたんですね、4時3分に。なので僕の今 iPhone7 と6を一緒に持ってるんですけど、7は電話機能と LINE だけです。6であと Facebook とか全部登録してやってますけども、あの FEP とか自走登録とかそういうの全然映ってないので今大変ですね。あ、でもいいでしょう、孫さん。はい、僕しばらくラジオ出るの減るかもしれません。うちもやっともう3ヶ月過ぎましたからね、やがて100日になったりするんだけど。あ、いいですね。そこぐらいかね、表情が分かんないもんだから、やっぱりこっちがさ、うん、答えたりとかなんかこう言ってあげて、うん、なんか反応してくれた時のね、なんかこう、ね、まだね、生まれたばっかりだとね、反応ないですからね。反応ないですからね。だからなんか抱っこしていてもね、ちょっとと思ったり。それとアプリもいろんなのできてるじゃないですか。はい、ね、あのなんだっけ、あの写真をずっと撮ってたものをずっとこのアプリに入れておくと、カレンダーがね、あー、はい、送られてくるとか、はい、うん、ありますね。うん、私もずっとやってるんですけど、ですから今あの県外に娘もいるんだから、娘のところにも送るように、それで息子たちにも送ったりとかして、あの毎月毎月いい写真を選んで、これで、あのカレンダーを、カレンダーを、いいっすね、はい、うん、だからそのカレンダーを将来できる、できるとこれ1枚のアルバムできるんじゃないかなと思ってね、はい、すごいものだなと思いますよね。本当にあのデジカメっていうか、まあ、携帯で撮ることが多いんですけど、はい、今別にストロボもたかないので目がまぶしいとかいうことないでしょう、うんうん、子供に別にあの嫌な目に合わせないし、うん、どんだけ撮ってもタダだし、うん、ほとんど電気代かからないし、だからすごい、世の中になってきてるし、うん、その記録としてこの写真残したりするという、うん、はいね、のが簡単になっちゃったので、親バカ、ジジバカが簡単になりました、ね。僕もあの他の人に見せられないぐらいたくさん撮っちゃったので、しかも6と7両方で撮ったので、はい、共有してないから大変なんですよ。まあ、で共有しながら写真の管理であったりとかっていうのは、うん、はい、あの家族のコミュニケーションにもつながりますよ。iCloud がすぐ上がりました、バージョン。50ギガだったのが200ギガに上げました。もう足りなくて。あ、足りなくなりますね。足りなくなりますよね。こんなに写真撮ったかなと思うぐらい足りなくなりましたね。いや、多分いっぱい撮ってるだろうなと思ったら、やっぱりそうして。やっぱりそうです。やっぱね。ねえ。ねえ。でも、元気が出ますもんね。はい。そうですね、やっぱり子供の力ってすごいなと思うんですよ。そうですよね。うん、なんで少子化なるか分かんないぐらいですよね、子供が生まれて。でもっと女の人すごいなと思ったのが、うん、10時間ぐらいね、もう嫌だとか怒ってた人が、うん、生まれた瞬間次女の子だねって言い出した時にえって思いますよね。そう、今言うみたいな。あ、そういうこと。早すぎ。ちょっとそれは早すぎるかもしれない。でもやっぱり感動がね、ええ、お母さんの感動ってやっぱり違いますよね。ちょっと別物ですね、うんうん、なんか不思議な感覚はまだしてて、うん、はい、無償になんかしてあげたくなるだけなんですね。いやだから
買い物行って行ったりすると、どうしてもまたあのその子供コーナーに行ってしまってね。そうです、はい、それはです、うん、もうそうですね、ついつい子供のお菓子とかみたいな。そう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 、うん、というわけでですね、はい、そろそろあの時間の方が近づいてまいりまして、はいよ、はい、今週のギブツヤシのギブアンドトーク、そろそろ終わりの時間でございます、はい、で今週の最後にお届けします曲は、はい、これはもう僕のリクエストなんですけども、はい、こちら美咲さんのナンバーから、はい、やっぱり我々いい髪をお届けしたいなと思います了解です。というわけで来週もこの時間水曜日午後6時30分ギブツヤシのギブアンドトークでお会いしましょう、はい、この後も FM ウルマ周波数 86.8MHz の放送をお楽しみください。お相手はギブツヤシさんでした、はい、それでは来週のこの時間までさよなら。さよなら。